鎧。鎧、こう、鎧は、戦闘の際に装着者の体を、やや剣などの武器による攻撃から防護する衣類、武具のこと。重要な臓器のある銅や胸の部分を守るのが、主な目的である。兜、兜、兜や、他の防具と、セットで用いられ、合わせて、甲冑とも呼ばれる。人間だけではなく、戦馬や象などの動物を保護するために使われる。 こともあった。鎧の素材は、革、聖銅、鉄と実に様々で、また同じ鉄であっても、板金を加工して、用いたり砂上にしたものを用いたりと、バリエーションに富む。鋼材を打ち伸ばして作った鉄板を組み合わせたものや、鉄や聖銅の照板を紐で繋げたもの、鉄や聖銅のリングをいくつも繋いだ鎖か扉がある。陰の時代に木や革を胸に当てる。 原始的な鎧が用いられるようになった。集代には同様の形式で、制銅製の一枚板で作られたものが出現した。春秋戦国時代に入ると、小さな長方形の札を革紐で縦横に綴った、サネ鎧、いわゆるラメラーアーマーが一般的なものになり、以降中国甲冑の基本形式となった。札は革製のものと制銅製のものがあり、前者は、 一般の兵士が用い、後者は司令官や将校など、上位の軍人が着用した。館内には、鉄製の鎧が普及し、楕円形の小残れを隙間なく、並べた、魚林校が出現した。中には腕を筒状の袖で覆う、筒袖鎧と呼ばれる、タイプのものもあった。また館内には、騎兵が、軍の主力となり、敵の攻撃から足を守るために、下半身を覆う鎧が現れた。 疑心南北朝時代になると、不評の装備が、軽装化される一方、全身を鎧で覆った、重装の騎兵が一般化した。中には胸部の実を一枚の鉄板で保護した、名光鎧もあり、東大には、上位の軍人が好んで使用した。時代を減るごとに、小金の形状は多様化していった。宋代から秋代の初期にかけては、山分校のような装飾性と実用性を兼ねた。 鎧が広く用いられ、中国甲冑はある、種の最終形態に到達した。その後、秋夜から新代にかけて、重火器が発達すると、その威力に対抗できなくなった甲冑は、次第に儀礼的なものとなり、やがて外観だけを甲冑に似せた布製の制服に、名残を止めるのみとなった。紀元前4世紀頃に、ケルト人によって、チェーンメールが発明されるが、 製造に手間がかかったため貴族など一部の使用に限られた。やがて、チェーンメールは紀元前3世紀頃からローマ軍によって使われるようになり、帝政時代の軍団兵の多くはチェーンメールを装備していた。中世になると鎖の量産技術が完全に確立したため、チェーンメールがヨーロッパ全域で装着されるようになり、十字軍時代の1250年頃まで使用された。 この頃から、騎兵にとって不評から狙われやすい脚部、ついで腕部と、少しずつ鋼鉄板、プレートが追加されるようになった。やがて全身を覆い出すようになって、プレートアーマーとして完成する。鋼鉄製の鎧は、刀剣はもちろん、槍や矢もかなり防ぐことができた。そのため鎧の上からでも、打撃を与えやすい銘ス類や鎧を破壊するための爪、ピックが普及した。プレートアーマーの欠点は、 通気性に乏しく着用者が熱中症に陥りやすいこと、着用者の体格に適合していないと動きやすさが制限されること、そして、可動部が破損、変形すると自由な動きが妨げられることである。例えば、アジャンクールの戦いでは重装のフランス騎士団が泥に足を取られて、軽装の衛兵に惨敗している。重量の増加に合わせ軍馬は、 優れた運搬能力とスタミナを有しながら、それなりの速度も出せる大型の馬、デストリアが使われるようになった。またバーディング、馬用の鎧も頭や首を保護する簡易的なものから全身を覆うものへと強化されていった。現在プレートアーマーとして知られる装飾性の高いものは、騎士の戦場での重要性が低下した1400年以降に出現したものであり、 騎士の役割が、戦士として、より指揮官としての面が強くなり、身分を象徴するようになったことを反映している。この頃は、日常においても、ファッションとして、プレートアーマーの一部を装着することが流行する。バーディングも過微な装飾が施されたものが登場した。1500年代後半を境に、プレートアーマーで体を覆う面積が少なくなっていき、ハンカチュウへと移行する。 重砲の発達に対抗するために重量を増したプレートアーマーに着用者が耐えられなくなり、やむなく面積を減らすことで対応したのである。それにも限界があり、徐々にプレートアーマーは用いられなくなる。第一次世界大戦期まで強行騎兵として、名脈を保つもの、の、騎兵そのものが時代遅れとなり、消滅する。馬用の鎧も次第に軽装となっていき、 プレートアーマーを使用しなくなると運搬能力は、デストアに劣るがより速度の速い中間種、ハクニーなどが好まれるようになった。ヨーロッパでイベントとして行われるジョストでは、見栄えの良いプレートアーマーやフリューテッドアーマーが好んで使用される。中近東における原始的な鎧の一つは、ワニの皮を利用した防護服だった。紀元前3000年から紀元前1500年頃のエジプトに出現した。 統一国家の兵士はよろを着込むことは少なく、腰巻きと日よけのための被り物を身につけているだけだった。紀元前2550年から紀元前2350年にかけて存在したシュメール人の戦士は、制動性の兜を被り、動物の毛か植物の葉でできた腰身のとびょうが打たれたマントを身につけており、腰身のはかさばっていることである程度の防御力を持ち、 大きなマントは急所である胴体への狙いを付けづらくする働きあったとされる。金属製の兜は主力武器の一つであった追矛や長蛇による攻撃を防ぐことができた。民族移動や交易により加工技術が発達するとエジプトではメソポタミア文明でも使用された戦闘馬車が用いられ始め一部の兵士は川を煮固めた鎧を着込むようになる。また、 戦闘馬車に乗った兵士は、徒歩で移動する、必要性が薄かったため、竹の長い小金鎧,鎧を着込む場合もあった。メソポタミアで没興した、アッシリアの兵士はどんぐり型の鉄兜を身につけ、円形の胸当てをつけたが一部の兵士は、小金鎧,鎧を身につける者も,もいた。紀元前559年から紀元前330年頃のアケメネス・アサペル社の軍隊の騎兵は、 金属製の鎧を身につけていない、軽装騎兵が主力をなしており、鎧を装備していたのは、王の親衛隊などの一部の部隊のみだったが彼らは、乗り手だけでなく馬もスケールアーマーで装甲化した、重装騎兵である。ローマ帝国と敵対することもあったパルティア王国や、その後代わりに現れたササンアサペルシアの軍も、同様の編成だったが、その中の重装騎兵であるカタフラク隊は、 全身を覆う、鎖片扉の上に、小金鎧重ね着していた。カタフラクタイは、馬上やリアメース、刀剣などで武装しており、この重装機兵の突撃に耐えうる装備がなかった。ローマ軍は戦列を組んで対抗する場合が多かった。以降、中東地域では主に鎖片扉やその上に、ラメラーアーマーないし、スケールアーマーを重ね着するか。 板金で補強した鎖片びらを使用していくが、アジア文化の影響が強かった地域では純粋な、ラメーアーマーを着込んだ。中世の終わりまで、ヨーロッパとは異なり、プレートアーマーが使用されることはなかったが、これは、中東では、アジア系民族の影響により、機動力を重視したためであり、馬上試合もなかったため板金で構成された、硬い兜の必要性は薄く、頭部こそ板金だが、 首回りは通気性の良い鎖か扉で構成されているカブトを好んだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。